10月29日土曜日午後4時35分の日本海は、今風が止みました。オフショアが強いオフショアが吹いてたので、温度計をおそらく石で止めましたけど、今ちょっと強いオフショアがまた吹き始めました。海にはまだ波はありますが、抵抗ができるかもしれませんね、そこに。風はありますが、待ってるので、今やみました。オンなのかオフなのか一瞬分かりませんでした。今、温床はですね、カメラの枠分手で追いました。うねりは入ってますが、インサイドからショアブレイクですね。気温は18度ぐらいです。風は今止んでます。今これ最大のセットですかね。ここにそこにいれば乗れそうな波が今生まれてます。明日どうですかね。